さあロータスのエボーラですよ。エボーラ GT410 だ、410スポーツ。もう昨日時間ないのにちょっと遠回りしちゃいましたからね、帰ってくる時。いやーちょっと社名さっき噛んだからもう一回言い直そう。ロータスエボーラ GT410 スポーツです。これロータスは深く知れば知るほどこれも伝えたいあれも伝えたいが出てくるんですけど、もうラインナップがもうモデルがちょこちょこ結構変わるので、限定とかエディション系もたくさん出るのですんごい難しいんですよ。だから多分僕もう先言っときます、ロータス初心者だと思って聞いてください。もうロータスはどの車に乗ろうがもうロータスなんですよ。でロータスの世界があって、どこ走ろうがロータスの世界を堪能できるみたいな、もうこのロータスロータスってもう何回も言えちゃうぐらい、もうこのね個性的な、もう本当ロータスの世界観ですよ。これはもうエリーゼだろうがエキシーゼだろうが、でこのエボーラにもあるのがすごいところです。でこのエボーラはもともとのロータス好きからしてみたらちょっとナンパな車っていう捉え方はあると思います。なぜなら後ろにシートありますからね、プラス2ですよこれ。でこれ標準っていう言い方でいいのかな、これ2シーターはレスにもできます、なくすこともできますけれども、まあつけれんだったら別につけといてもいいんじゃないでしょうかね。荷物置きになります、いざとなったら人乗れますしっていう。まあでもこれに人乗ったとしたら拷問ですよ後ろ。このエボーラも紛れもなくロータスの世界をビシバシ感じます。それはどういったとこですかって言われると、まずこのねハンドル握ったところから始まるんですよその世界って。でこのハンドル握った時にハンドルがちょっと細めなんですね。でこの親指のところがちょっと絞れてるんですけども、この細めって何かというと、グローブして握る分に握った時にめちゃくちゃいい太さ感なんですよこの細いステアリング。個人的には素手で握るとめっちゃなんて言うんでしょう、僕は全然好みじゃないです、握りづらいですこのハンドルって素手だと。なので別にカッコつけてるわけでも何でもなくて、こういうイギリス車とかって革の例えば手袋、指の先とかが出てるような革の手袋とかつけてる方とかたまーに本当いらっしゃいますけど、だからああいうのをつけたくなる気持ちも分かります。もう過剰書き風に、過剰言葉風に言った方がいいな。はい、サイドミラー見えにくいです、なぜならミラーが外向かないです。左側はいいんですよ、遠くから見てるのであまり外に向かなくてもちゃんと適正なところ見えるんですけど、右側は僕ミラーの合わせ方って、全体のミラーの中で、どちらかというと、1割ぐらいしかボディ映してないんですよ。もう視覚が怖いので、もうなるべく外向けてボディを全部映さなくしちゃうと位置感覚がなくなっちゃうので、ボディをほんの1割ぐらい残してあと全部、右側を映すっていう形で僕右のミラー合わせるので相当外向くんですけど、それができないんですよ。今ボディが約半分ぐらい映っちゃってますよ。まあ後ろ側のボディが低いので結構上側からも、でこの車低いのでボディの上側から後ろが見える感じです。で今トンネル入りましたけれども、夜走ってるとかなり周りの車のライトは眩しいです。なぜならこの車低すぎるからです。全高で1300ないです。このアイポイントで考えると相当低いです。もうヘッドライトの、例えばミニバンであるとかのヘッドライトの高さに目線が来ちゃう感じなので、別に相手は何の悪気もないですけども自然と対向車が来ると眩しい。あと後方はこのバックミラーは全然見えないですよ。シートはもうフルバケットなので、まあリクライニングとかのこの調整はありますよ、ここにありますけど、うわ足が当たるな。そんな広くないですよ、コックピットはもう全く思って広くないです。で結構窮屈感までいかないですけど、まあタイトな感じはあります。英語か日本語かだけだな、なんで英語で聞くとなんかちょっと優しい感じに聞こえるんだろう。窮屈って言うとなんかちょっとトゲトゲしいですよね。 3.5 リッター、416馬力、420ニュートン、うわもうすごいですよ。この車軽いので約 1.3 トン、これほんと力強いですよ。バイクみたいな感じですかね。エリーゼエクシーズと比べるとどんな味ですかって
もうでもエリーゼとかエクシジ乗ってる人とかそういうロータスとかのオフ会とか出てる方も意外と多いので、もうエクシジとか乗り味も知ってますよね、違い。あのロータスはロータスですよ、ロータスなんですけれども、トゲトゲしさとかはほんと少ないです。だから例えば僕乗り心地とか結構こだわる方ではありますけど、あ別にこの乗り味だったら助手席に乗ってても まだいいかなっていう、そういう感じ。そうか、エキシージとかですと軽さで車ごとパン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 跳ね上げられちゃうので、まあそういった感じではないですね。重さで押さえつけますし、ダウンフォースも、まあ、この 410GT410 スポーツになるとありますので、まあ、そういった意味では結構落ち着き感もあって、例えば女の子で、はいデートです、この車乗ってきましたって言ったら、ってこの車ってもう見た目からして驚くと思うんですけど、そのイメージした乗り心地のままかな、まあ、そこまでひどくないかな、あちょっとまあこのぐらいだったら、うん、なんか東京から箱根ぐらいの1時間ドライブとかだったらいけるかも、耐えられるかもぐらいな、なんかそんな感じですよ、うん、まあでも結構コツ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 と体にきますよ。いやーもう僕この車乗ると、なんでしょう、あのポルシェとかともまた違うんですよ。例えばポルシェの GT3 とかの GT3RS とかもものすごいいい音するし、ダイレクトだしスポーティーだし、まあ なんでしょう本当モンスターマシンなんですけど、速さだけで言ったらあちらもものすごいですし、こちらも負けてないですよ。0、100加速でこれで 4.1 秒、体感としてのそのフィーリングがでも全く違うんですよ。隠さず、包み隠さず言えば、一トンオーバーをこの道具っていうもののアイテムをいろいろ使いながらコントロールしてるんですけど、そこには何かあった時には自分のコントロール下に置けない、アウトオブコントロールのところはあって、そこがリスクでもあり怖さでもあり、刺激でもあるんですけど、そのなんか命を乗せて走ってるんだ車はっていう感覚が、これはなんとなくうっすら伝わってくるんですよ。まだロータスって、僕はそこがロータスの原点というか、なんか今の時代をもってしてもロータスがロータスらしいところとして残ってるとこだなって思っていて、僕はこれをなくしてほしくないと思ってるんですけど、要は今世の中の車は大概がその乗ってる時に怖さであるとか命を乗せて走ってるであるとか、そういうなんて言うんでしょうね、リスクみたいなものをどんどん感じさせないように全部オブラートに包んでいくように、安心なんですよ車はっていう風に、進化してってるんですよ。だから安心感っていうものを売りにしてるんですけれども、これがロータスは過度にやってないんですよ。昔よりどんどん安定してますよ車は。でもリスクというのかな、走ってる感があるというのかな、だから全部ダイレクトなんです。不安な車なのってそういうわけでもないですよ。言いたいことわかるかな。だから走らせてる感があるんですよ、車なんですよ、ちゃんと車を車してるんですよ。だからこれがロータスの世界ですよ。いやー、だからこの距離感の近さですよね。路面への距離感の近さもありますし、路面状況なんてもうやってほど伝わってきますよ。シートからも伝わってきますし、手からも伝わってきますし、目線のこの動きからも伝わってきますし、この距離感の近さがやっぱロータスです。これがエボーラにもあります。プラス2って好きなんですよ。日常の生活の中にこの車を取り入れたとしても、荷物ポンと簡単にハンドバッグとか、まあセカンドバッグ的なものを、セカンドバッグとかって最近もう言わないですよね、死後乗せたりもできますし、手荷物とか、だから女の子の荷物も乗せれたりもするし、簡単に、だから荷物持っといてってお願いする必要ないし、足元を貸してって言う必要もないし、うん、なのでこういう使い勝手っていうのがやっぱいいなっていう。まあ、乗り心地はいいとは言えないですけども、まあ、このぐらいだったら、うん、まあまあまあ長距離移動も、はい、このぐらいだったら長距離移動も納得できるよね、満足できるよね、うん、いけますいけます、我慢できますみたいな、まあ、我慢という言葉が出ちゃうようなものかもしれないですけど、同乗者からしてみたら。でも、まあ、だからそういう乗り心地のレベルもあって、
て、だから僕は気に入ってて、それでいてですよ、ドライバーはこのハンドルから伝わってくるフィーリングのこのダイレクトな感じと、このマニュアルであればこのシフトレバーからして、これアルミの削り出しで、もう冬場の朝方なんて触んの嫌になるぐらい冷たいんですよ、もう。だからこういったなんかちょっと生々しい感じの、でこのね、めっちゃダイレクト、もうどこにもそんなショックの緩衝材とかそんなもの入れてませんみたいな、ほんとピロボールのリンケージで後ろトランスミッションまでつながってるような、そういうフィーリングですよ。この刺激はほんとすごいですね。走れ走れ、踏め踏め、ハンドル切れ切れみたいな、半端ない伝えてきますよ。気持ちいい、気持ちいいっていう表現とまた違うんですよね、ロータスって。楽しいとも違うし、気持ちいいとも違うし、もちろん気持ちいい世界も楽しい世界も入ってるんですけど、なんて言うんでしょう、血が騒ぐんですよ。もうロータスぐらいな、もうこの走りの刺激とか楽しさとか、車が語らってくる感じで言うと、この1台で完全完結できるんですよ。だからまあツーリングとかの話で言えば、なんかこの1台がもうすでに強力な相棒で、もうお前さえいればいいよぐらいで、この1台でだから1人の、このソロツーリングで完結しちゃうんですよ、ストーリーが。そのぐらいこの車は楽しい。これはロータスにしか多分今もうないと思いますね。超ピュアスポーツ、本当これピュアスポーツなんですよ。スポーティーでもなくスポーツでもなく、この世界は本当ピュアスポーツです。このピュアスポーツの世界においては、フェラーリとかランボルギーニとかそういう車も一切叶わないです。もうはっきり言っちゃえばポルシェも叶わない世界です。だからもうこのロータスじゃないと得られないです、このピュアスポーツの世界は。要は万人に向けてより多くの方に、売ろうとはしてない、そういう感じですよ。もうこのロータスの世界が納得できてくれたら、理解してくれる人にだけ認められて買ってくれればいいですって。イギリスの車ってそういうの多いですよね、ロータスにしても、だからマクラーレンにしてもそうですよね。やべえよ、もう昔こういう車結構あったんですけどね、あったんですけどね。チューニングカーとかだとみんなこの手の味を、今でもまあチューニングカーとかこの手の味出してる車もたくさんあるか、その危うさと隣り合わせというのかな、ほんとちゃんとなんか車は、そのいい意味でですよ、変な意味じゃないですよ、車はちゃんと命を乗せて走ってるんだっていうのを感じさせてくれる車なんですよ、これ。だから絶対無理しないですし、自分の力量と測りながら車とコンタクトを取ろうとしますし、だからちゃんとなんかこの体命をかけて本当ちゃんと運転してるっていう感じで、だからこういう車は運転支援とかなんて絶対いらん。もうそもそも怠けようなんて、運転怠けようなんて意識にならないですもん。もう体の一部ですよ、本当自分の体の一部。緩みないですよ。ちょっと行きますよ。だからこういった時も僕いつもだったら片手でこんなのつまみながらやりますけど、ちょっとなんか油断ならないんで、だから片手で結構いつも僕サポートしてますけど、本当遊びがないんですよ、ハンドルに。この今の指の、はい、左これで動いてます、右これで動いてます、これでタイヤがちゃんと反応してます、これ左右左右左右、これで反応してますからね、タイヤがちゃんと、車が向きが少し変わってるんですよ、ちゃんと行く方向が。これに反応するっていう、すっごいですね。でその時のちゃんと指に、例えば今ちょっと右にハンドルを少しテンションかけました、ブロックにちゃんと右側に行きましょうっていうテンションかかりました、ほら右に向かってってるっていう、これすごくないですか。こんなに緩みがないもの、だからレーシングカーなんですって、だからピュアスポーツの世界ってこうなんですって、そういう話ですよ。ほらいい音、すごいでしょ、もうこの音、もうこの音聞いたらもう首都高走りに行きたくなりますよ。
加速した時に後ろが沈むのはいいんですけど、前が全然浮き上がらないです。これ四輪駆動じゃないですよ、これ MR ですよ。 MR なのに前が全然浮き上がらないですよ。だから例えば3,2,1,5 でこれフル加速しても前が今ほとんど浮き上がってないです。自分でも今改めてやってびっくりするぐらい浮き上がってないです。ほら全然浮き上がんない。浮き上がって、ホイールストロークで10ミリあるかないかぐらいです。10ミリ浮き上がってないんじゃないかな、これ。あ、ちょうど10ミリ前後。あーすげーなー。こういうアンチスクワットって、この伸びる方向、フロントの伸びる方向とかを本当は規制したいんですけれども、どの車も規制すると乗り心地が悪化するので基本規制しないですよ。でもだからロータスはこういったところがもうピュアスポーツの世界なので、躊躇なくサスペンションのジオメトリー側でこれ規制もかけますし、ダンパーもその味付けにしてますし、車そんなにいいんだったら、でもそんな走ってないじゃんってなると思いますけど、まあ車高いですもんね。これで1500万なので約、まあ、ファーストカーとしてはなかなか正直言っちゃえば持ちにくいと思います。まあこれマニュアルじゃなくてオートマもありますけれども、でファーストカーとして乗ろうとするとやっぱどうしても一般道こういう風に走っててもちょっと気は使うところはあるので、油断ならないところはあるので、セカンドカー的にやっぱり持たないといけないような世界なんですよ、ロータスは。でその世界を打破するためにこのエボーラは作られてプラス2なんですけれども、それでもやっぱりピュアスポーツの世界を持ってる車なので、そういった意味ではお買い物車とか日常の足にはやっぱ向かないんですよ、ロータスは。ちなみにこれスーパーチャージャーですけれども、低速は 3.5 リッターの素の力で持ってぐーっと持ってき、低速じゃないですね、低回転、だいたい2000回転ぐらいからスーチャーがちょっとずつ反応しだして、3000超えて4000近づいてくると完全にフル火球って感じですね。だからなんかターボみたいに働く、上側に完全セットアップされたこれスーパーチャージャーですよ。なのでスーパーチャージャーって本来下側を厚くしてターボよりもターボラグなく下からもぐん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 働くみたいなのが特徴って言われてましたけれども、そういうスーチャーじゃないですね、これ。ちょっと言葉悪く言えばなんか昔のドッカンターボ的な感じて言えばいいんですかね。だからもうエンジンもやばいし、トランスミッションもやばいし、シャーシもやばいし、もう軽さもやばいし、この低重心もやばいし、この前後の低さもやばいし、だからもうレーシングカーが一般道出てきちゃったんですよ。というわけで、今回は中身がすごくなんか変な感じでまとまっちゃってて、まとまってもないですね、変な感じになっちゃってすいません。今回は、ロータスのエボーラ GT410 スポーツでした。じゃあまた。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。
この車やばいっすね。いやこれ僕買ってもし所有してたらいつかもうこれ僕が乗っちゃいけない車ですね。僕の自制心では抑えられないこの欲望は。